思い出のガンプラキットレビュー集。超時空世紀オーガス。反重力戦闘がウォーク。イシュキック。16モンキーック。超時空世紀オーガスとは、超時空要塞マクロスに続く、超時空シリーズの第2弾なのでございます。1983年から全35話が放送されたのだけど、マクロスほどには人気がなかったアニメなのですよん。絵面的には、マクロスで問題だった作画崩壊が緩和され、作画レベルは安定しておりやした。でも、主役メカのオーガスはかっこいいものの、他のメカはデザイナーが暴走したとしか思えない仕様。当然ながらおもちゃも売れず、メーカーに暗い影を落としてたのだよ。とほほほほほー。女の子とのキスシーンはともかく、ベッドシーンやシャワーシーンなど、当時の常識としては、スタッフ、病気なんじゃねえの?とも思える痛い部分もあったよね。当時の一般家庭では、日曜日の昼には家族揃って昼飯食って、クイズドレミファドンなんて見ながら家でゆっくり過ごすわけなのよ。俺らの場合、その流れで家族みんなでマクロスを見てたわけなのだけどもね。エッチッチーなオーガスなんて、とてもじゃねえけど家族と一緒には見れないパティーン。最終回間近になってようやく見れても内容が全然わけわかめ。ついでにラストもわけわかめ。後日、ビデオで通してみてもわけわかめだったよ。なんだこれ?最近では、時空振動弾や、平行世界の住民が同じ世界に存在しちまうって設定が、スーパーロボット対戦の設定にジャストミート。今では、スパロボの最終兵器と呼ばれるまでの存在になったのぴょん。オーガスってこんなに強かったっけ?イシュキックは、チラム軍の主力戦闘デバイスなのですよん。旧地球統合軍時代から発展してきた第三世代の戦闘用が多く、つまり、チラムは、主人公のケイたちのいた地球だった国家なのでして、構造的には、ブロンコ2系列の機体に、エマーンから入手した、反重力システムを搭載している点が特徴なのよそうなのよ。ケイたちが今いる世界には、上空に、総国海と呼ばれる危険な時空の歪みの層があるため、海抜150メートルよりも上には上昇できないのでやんす。イシュキックは、その狭い空間での戦いに特化した標準仕様の戦闘デバイスなのでして、バリエーションとしては、指揮官用のイシュキックコマンダーや、偵察用のイシュホーン、キャノン砲やミサイルを追加装備したタイプなどが存在するのよね。コンパクトなボディに、大口径ビーム砲や、8連装ミサイルランチャー、連装の機関砲で武装。特徴的な脚部は、そのまま格闘にも転用できるのだー。まんまやね。キットの値段は500円。1983年の発売だったのよん。当時としてはお世辞にも人気があるとは思えないキットだったよ。ほんとにね。でも、今井さんがオーガスやナイキックくらいしか発売しなかったこともあり、オーガスと並べるにはこのキットを使うしかなかったのでございます。しかーし、一般的な評価はともかく、モデラーからの評価は結構良かったもんざいもん。プロポーションはまずまず、アリーさんにしては出来が良いと評判だったよほんとだよ。素敵なパケに、渋い成形色のパーツやデカールがたまんねえ。コックピット用に男女のフィギュアがつくのも好印象。デザイン的にもエンジン部分の構造が秀逸で、一見、すぐへたりそうな脚部は保持力も良くてあらびっくり。当時のガンダムにもなかった関節構造は、モデラーにも衝撃を与えたものなのよん。回収ポイントとしては、ビーム砲の訪問のディテール追加や、ミサイルランチャーのカバーの開閉が定番。あとは、本体とエンジン部分のジョイントがゆるゆるなのを回収するくらいだね。昔のキットで定番のバリは、仮組の段階で調整すれば問題なし、間違ってもモールドや、ガンプラの尖った部分にあるフラップじゃないのだよん。モールドも甘い部分が多いんで、ペーパーをかける際に削って、後からプラ板で再生した方が楽ちんちん。パーツの引けは、マクロスの時よりはマシになってた気がしたね。最近のガンプラ作例なんかでも、ガンプラの尖った部分にあるフラップが、そのまんま残ってるのがたまにあるのよ。おかしいな?よく切れるニッパーで一発処理できるのだけど。おいっ子に聞けば、めんどくせえ。変な形になるのが嫌。と来たものですよ嘆かわしい。こういうやつは間違っても昭和のキットはいじれねえでげすな。ビームキャノン装備タイプや、発売されなかったイシュキックコマンダーへの改造も定番。情報欲しさに高特製のおもちゃを買うやつもいたものよのう。アメリカでロボテックの一環として発売されたというよも末な情報もあるけども、確認が取れねえのよ。参ったねえ。残念ながら俺も見たことねえのよね。当時としては、これまた出来が良かった、イシュフォーンと合わせて買うのが当然の行為なのですよん。今なら、アクションベースを使用して飾るのがおすすめなのでござんすよ。コマンダーは欲